どうもヒロドです。さて今回は三国志14の超指定の作り方を紹介します。三国志をプレイしていないとわからない武将だと思います。孟獲のいる南中と呉の孫権の下の中間のところですね。そこは昔唐の時代まで甲州と呼ばれていました。その甲州で反乱を起こしたのがこの女性とこのお兄ちゃんですね。身長が9尺、現在でいうと2メーター70、3尺もの乳房を持ち、90センチのおっぱいを持ち、それが鎧に収まらなかったために肩へ回していたという、すごいですね。常に金の靴を履き、象の頭に乗り、結婚をせず少年と貫通をしていたらしいですね。昔は山賊みたいなことをしていたらしいんですけど、ベトナムではね、中国の支配に抵抗した民族の英雄として祭り上げられているらしいですね。では何をやったかというと、23歳の時に兄の趙国達と共に呉に対して反乱を起こし、霊界馬王と言われ恐れられた。後任の甲州刺史陸隠は趙子弟が生娘であることを知って全裸になり、彼女が恥ずかしがったところを打ち破ったと言われています。趙子弟の最後は川に身を投げたとも、象に踏まれたとも言われています。頭装飾は耳のイヤリングですが、なくても構いません。アイラインは眉毛の色をペーストします。アイシャドウは肌の色をペーストしてください。衣服と防具の色はすべて同じ色です。足はですね、ヒロードゴールドを使っていますが、まあ、茶色でも構いません。絵では剣を持っていますが、義円が似合うかと思います。象に乗っていたので機嫌にしています。はい、以上です。要望や感想がありましたら気軽にコメントしてください。ご視聴ありがとうございました。